植生が深くなってきた。逆に言えば眺めが悪くなってきたね。うん。もうすぐ6合目じゃないかな。ワンコ、うん、こんにちは。やっぱり四本足は有利だよね。うん、機動力が違う。あ、すいません。よし。あそこに車止まってるから多分、本当にこう砂防ダムの点検とかかもね。人もいるし、うん、見に来てんだね。うん、多分関係者専用の林道とかあるのかなっていう気がする。もしかしたら一般道かもしれないけど。でもまあ4日前の山に比べれば全然下りやすい山だね。そこはね、8割型あの下りやすいんだけど、スタート1割と最後1割が超下りにくいんだよ。そう、そこでプルプルして、その太ももの筋、あの大腿筋を使い切っちゃった。膝に来た。そう、あの今の人たち完全にこっちの事情が分かってたから、スッと言ってくれたのに。そうなんだよ。そうだよね。なんとかその瞬間にコミュニケーションが交わされるよね、その瞬間に。で、それのお互いのコミュニケーションがブレると、二人で突っ込んだり、二人がピタッと止まっちゃったりするんだよね。おいしい。危ない。このそろそろもう設計かな。そろそろ設計だと思うんで、これはもう設計の渋滞かもしれない。おっと危ない。よし、じゃあ行きます。はい、レッツアドオン。見て、ここまで来ればもう大丈夫でしょう。うん、もうそんな渋滞することもないだろうし。はあ、あ、すいません、ありがとうございます。
オオカメノキ。じゃあ。本当に山を見ても綺麗に上の方は緑がないね。下は緑だけど、うん。これ多分、あ、これ鳥かぶとかな。そう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 。アシリパさんがさ、肉料理にさ、プクサキナを入れてるじゃん。プクサキナっていうのは二輪草のことなんだけど、二輪草を入れてんで毎回で、ある時二輪草が、あ、すいません。すいません、お騒がせしました。気づかなかったの、息の時。あ、こちら、これは二輪草じゃないよ。あの、二輪草がなくて、あの、二輪草がないみたいな感じで、もう、この世の終わりみたいな顔をするときにしたら、杉本が、アシリパさん、アシリパさん、実はあるんですよ、二輪草がっつって。そしたら、アシリパがすごい顔をするのも、うん、変顔するじゃん。こんにちは。そのものすごい変顔をするんです、その時に。で、見たら、杉本、これは二輪草じゃないぞ、これはスルクだ、トリカブトだって。っていうのがあって、うん、死んじゃう。あ、で、二輪草と間違えるの、トリカブト。これはトリカブトだと思うんだよね、きっと。でも二輪草もすごい似てるんだよ、よく。あれは、あの、あ、杉本が、杉本がアシリパさんに敬意を表しているから。で、逆にアシリパさんは呼び捨てなんだよ、杉本なんですね。そう。すいません。本当だね。本当に全く同じところに並んで生えるから、しかも葉っぱがすごいよく似てるって。だから2個並んでたら分かるんだけどさ、あれ1個だけで見たら分かんない、分かんないと思う。朝に比べて花が出てきたね。あ、咲いてるね。目で見るとめっちゃ綺麗だけど、ゴープロだと意外と綺麗に撮れないね。すいません、お待たせしました。まあでも、もうそうそうお腹いっぱいかな。息も取ったし、ありすぎるとだんだんありがたみなくなってくる。ここで1400かな。あ、1300か。1400通り過ぎてた。ああ、この辺から森になるんだね。さっき意識しなかったから急になんか開けたなって思ってたけど。こんにちは。ああ、おっと、森じゃ、森じゃ。
うん、そうだね。あ、助かる。一気に変わるね、気候が。うん。あれ、なんかこんな、あ、分岐か。あ、ごめんなさい、すみません。こんにちは。こんにちは。これこっちだよね。ここで間違えたら悲劇だね。間違えたら山猫くんがピーピー言ってくれるはずだけど、あの山猫に何も怒られない登山久しぶりだな。5合目、うん、ね、こんなとこあったっけな。あ、あったよね。オッケーオッケー、大丈夫だ。ちょっと不安になった。